世の中のイップスで悩んでる野球場の皆さん、俺もイップスを発症して2年まだ克服できていない。でもいつか絶対克服できるってそう信じて、この歌を歌いたいと思います。 MC 向こうイップスイップス。レギュラー気分味わってるはずの理想の自分とはほど遠い。でも昨日今日おととい明日明後日も日付変わってもイップス待ってる。エラーだって快感に変化、見逃し三振大胆に上羅。毎晩見ていたクーニ TV の YouTube も一日で完結。スローするとき止まったり、ボールマジで来んなて願ったり、夜からお払い出かけたり、朝指先感覚マジない。もう普通が普通じゃない毎日だから痛感するんだよ。ああ今さらイップス治ったら上出来、きっとこれが理想的。 Yo 今年イップス治したくて毎日一人でお経を念じる。昔はイチローもイップスイップスイップス気にせんで、今年イップス直したくて毎日一人でナムアビダブツ。指が俺らを苦しめてるイップスイップス気にせんで。あ今年の夏が終わって克服できずにまた病んでた。指の感覚アロアルファ実際やっぱり苦しいな。今年の秋には絶対イップスなんて乗り越えてやる。お経をやめて滝行をやる。イップスイップス直すんだ。ヘイ、イップスが原因で野球をやめてしまう野球人の方々がたくさんいます。でも野球をやめちゃあかん。人生は冒険だ。イップスも冒険。絶対克服できる試練を神様が与えてくれるんだと、そう信じて僕も戦いたいと思います。必ずイップスの方々の希望になりたいと思います。以上 MC 向こうでした。今回のプレゼントは3点です。アンダーアーマーの内野用グローブと、そしてウィルソンの左用グローブ、タイガーの公式バットとなっております。応募方法はいつも通り野球場向こうの、そして、アメージングシューさんのチャンネル登録、そして、熱いコメント、これ皆さんチャンネル登録してないと応募の対象になりませんので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。抽選方法はいつも通り向こうダーツの旅方式で公平に決めますので、ぜひ皆さんどんどん応募よろしくお願いします。